ガミ。親父。親父から先に言ってくれ。あ、いや、何でもないんだ。なら、俺から。俺、やっぱり、リーウェコーに残りたい。ああ、賛成はできんが。まったく最後まで話を聞け。さあさあ、新宅ちゃん。ほら早く座って。長旅で疲れたでしょ。お茶を飲む。何か飲みたいものはない。我は大丈夫だ。お気遣いなく。師匠、彼女たちはもう遠くまで行った。うむ、ちょうどいい頃合いだ。我々の出番だぞ。事前に伝えた計画は覚えておるな。無論、師匠と我の役目は家族の幸せな場面を演じてみせること。おばちゃんと同じ飲み物でいい。わかったわ。カンおばちゃんと神格まで。一体どんだけの人に手伝ってもらってんだ。ここはとりあえず座っとこう。ちょうど小螺旋画が手に入ったの。綺麗な名前だけに味もいいわ。買いだめた分を消費するため最近毎日飲んでおる。さすがに飽きてきたな。いかん、今は語り合いに集中せねば。お祭りの間は仕事も忙しいんでしょ。力になれることがあったらおばちゃんに何でも言ってちょうだい。酒を飲んで暴れる者がいたが、おばちゃんに教わった通り、奴らの頭を卓に押さえつけてやった。なっ！カンおばちゃんと神格。マジかよ、今の話って。参った。演技に気を取られておったばかりに、神格が変わった子であることを失念しておった。あ、そうそう。新しい友人はできたかしら。ほら、おばちゃんは近くにいてあげられないから、神格ちゃんに友人がいてくれれば少しは安心だわ。最近の状況は、おばちゃんも知っての通りだ。夜、厨房に行って、グオパーと語り合うようになった。グオパーは話こそできないが、一緒にいると安心する。はあ、語り合える友人が一人もいないとは、かわいそうな子だ。こうして考えてみると、ガミンは手のかからない子だな。私は厳しすぎたのかもしれん。その話はこの辺にして。神格ちゃん、これから時間あるかしら。おばちゃんと遊びに行かない？そうそう、温かい言葉をかけてやるんだ。その子もホッとするだろう。前と同じように朝から晩まで岩を背負って山を登り降りし、道沿いの草花を摘んで夕食とすることか。おばちゃんが望むなら喜んで。おやじ、お茶を。あ、いや、お茶は飲まない方がいいか。ああ、もうこれ以上は聞いてられない。ガミン、先ほどの話を続けよう。私はお前がリーウェコーに残ることに反対だ。苦労するに決まっている。お前が家に帰ってきてくれたら。まあ、お前は私と性格がそっくりだから、反りが合わないのは知ってる。ただ、私のことはさておき、他の家族のことを考えてみろ。おばやおじたちは、喜んでお前の力になってくれるはずだ。少し楽な仕事について、時間があるときに、一緒に座お茶をいただくのもいいんじゃないか。師匠、座お茶とは大事なものか。もう一度考えてはくれないか。すぐに答えなくてもいい。心が決まったら聞かせてくれ。親父、
本当に変わったな。昔の親父だったらこんなこと絶対言うはずないのに。でも俺は。親父ありがとう。はあ、結構時間も経ったし、そろそろいいんじゃないか。二人が仲直りしてくれてたらいいな。二人ともたまってお茶ばっか飲んでるぞ。なんか嫌な予感が。まさかカオンの計画が失敗したのか。戻ったぞ。見送るついでにいろいろ喋ってたらつい時間が経っちゃって。ちょうど私たちもお茶を飲み終わったところだ。じゃ出発すっか。荷物を持ってくれ。ガミ、いつの間にこんなに背が伸びたんだ。師匠、先ほど我は何か不適切なことでも言ったのだろうか。師匠の質問に正直に答えたつもりだったが、師匠とガミンの父親の反応が少し妙な気がした。心配無用だ。少々問題は生じたが、結果からすれば計画は成功だ。我も役に立ったか。無論だ。俗世に染まらぬこともお前の個性だ。自分らしく生きていけばよい。陽徳さんですよね。遠路はるばるお越しいただきありがとうございます。スチームバード新聞の記者シャルモットと申します。今回お茶を購入するついでに、差し支えなければ取材もさせていただきたいのですが。取材？お茶の宣伝だろうか。はい、そう捉えていただいて問題ありません。フォンテーヌ人もお茶が大好きなんです。フォンテーヌへの販路開拓か。なら準備する時間が欲しいのだが、取材の内容について事前に話を聞かせてもらえないだろうか。もちろんです。こちらへどうぞ。彼女もお前らの助っ人の一人か。自分も顔が広い方だと思ってたんだが、上には上がいるな。参ったぜお前らには。こっちだ。お、カーンおばちゃん。きっと次の計画の話だ。幼児さんに気づかれないうちに早く行こうぜ。全て順調か。心配すんなって。全て計画通りうまくいってるぜ。ってことはさっきのは演技だったんだ。やっぱただもんじゃないな、カウンおばちゃんは。俺のために自分自身と弟子たちの総力を挙げて手を貸してくれてるんだ。これが人のために尽くすってやつか。俺も見習わないと。次の段階では。あ、どうしたんだガミ。今回のお茶代だけど、もしかしてお前らが払ったのか。さすがにそういうわけには。そう慌てるな、立て替えただけだ。そうそう、陽光の言葉を借りると投資ってやつだな。オイラたちの出し合ったモラでシャルロットがお茶を買って、それをお土産としてスチームバード新聞社に持ち帰ることにしたんだ。シャルロットの記事が新聞に載れば販路拡大の効果も期待できるだろ。そしたら投資分なんかすぐに回収できるはずだぜ。そっか、商売のことはさっぱりだけど、
とにかくお前らに損をさせるわけには絶対にいかない。やっぱ帰ったらちゃんとモラを渡すな。その話はまた後でよい。お前はもっと大事なことを考えるべきではないか。ああ護送中俺はずっと考えてた。で一つ案を思いついたんだ。ただみんなにまた迷惑をかけちまう。話してみろ。そうそう、オイラたちみんなお前の友達なんだぞ。お前の力になりたくてこうやって集まってるんだ。遠慮なんていらないからな。わかった。俺の考えはこうだ。おう、よーくわかったぜ。任せとけ。じゃあ手分けして行動しよう。あ、それと計画の実行も大事だけど、たこ揚げ大会も気になるよな。せっかくショーが比較してくれたんだし、例のあの難しい名前の装置を買ってパイモンダコに取り付けてみようぜ。いらっしゃいませ。配達から帰ってきたのですね。先日はどうもありがとうございました。あの日うちの子供が早速おばあちゃんと一緒にタコを作ったそうで、すごく喜んでいました。私に長い手紙まで書いてくれたんですよ。ひひ、お礼ならガミンに言ってくれ。ええ、彼にもお礼を言っておきます。ところで今回はタコをお求めで、どうぞご自由にご覧ください。タコならあるぞ。今回はあのフォンテーヌ製の装置を買いに来たんだ。それだけを単品で買えるか。あ、それならどうぞお受け取りください。説明書は箱の中にあります。簡単に取り付けられますよ。でもタダでもらうわけには。どうかお気になさらないでください。タコ揚げ大会での健闘を祈っています。そっか、じゃあありがたくもらっとくぜ。ひひ、取り付け完了だ。次は例の計画の実行に取り掛かろうぜ。これでバッチリだな。見晴らしのいい場所を見つけようぜ。少ししゃがんでください。今年の怪盗祭も相変わらず賑やかだな。え、何があったの。何か故障したのか。どうしたのか。誰か戦艦軍に連絡してくれないか。
そんな風が。怪盗祭を祝して。私先に帰るね。ああ感謝するよお嬢ちゃん。送っていこうか。うんうん大丈夫、師匠がすぐ近くにいるから。ガミ親父。今回は私から言おう。ああ素晴らしかった。ずっと長く十部劇を見てきた私でも素晴らしかったと言わざるを得ない。あ、はあ、親父も態度が柔らかくなる時があるんだな。お前本気でこれを生業にするつもりか。ああ分かってるさ、難しいことは。でも重要なのはそこではない。私が言いたいのはだな、難しいというのは客観的な事実に過ぎないということだ。重要なのはお前の決断、お前の夢、そしてお前の行動だ。私が若かった頃は、おっと、昔話はまた今度にしよう。とにかく考えが変わったのだ。このタコももっと高いところへ飛んでいくべきだ。親父。息子よ。なんだよ急に息子なんて呼んで。親父らしくない、まさかこんなことを言うなんてとか思ってるんじゃないか。ちょっとだけ。なかなかこういったことを言う機会がなくてだな。そのなんだ、本当は、うん、私にとってお前は本当にいい子だ。さあ言いたいことは以上だ。それにお前もさっきから何か言いたそうじゃないか。さて私は行こう。ほらあそこで友達が待っているんだろ。え、でも親父せっかくリーユエコーに来たのに。リーユエコーにはもうしばらく滞在するつもりだ。ザオ茶はお前がおごってくれるな。親父ったく行ってこい。ああまた後でな、行ってくるぜ。
嬉しそうに笑ってるな。そうか。別に照れることないぞ。ちゃんとみんなに礼を言いたい。カウンおばちゃんや手伝ってくれたダチにな。で、もし時間があったらみんなでタコ揚げしようぜ。